どうも、整体サロン朝日の富士さんです。本日の動画は足の裏の筋肉をケアして足を軽くする方法をご紹介していきます。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前になぜ足裏をケアしなければいけないのかを解説していきたいと思います。私たちは1日何千何万歩と歩いて生活をしています。今までの発達してきた過程や育ってきた環境によって自分の得意な部位しか使えないのが我々の体の特徴です。足の親指側ばかりを使っている人は足のアーチが下がってきて扁平足になったりします。足の裏はねじれのラインの始まりの部位でもありますのでケアする必要があります。足の親指がうまく機能しないと股関節を後ろに蹴る筋肉がうまく働きません。ぜひとも足の裏をケアしていきましょう。少し痛いですが効果は抜群です。体が少しでも楽になる感覚を皆さんで体感していきましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、それでは始めていきます。まずは片足立ちをしてみます。運動する前の体の状態をしっかりと確認しておきましょう。この作業を怠りますと運動の効果が全然わかりませんので、しっかりと運動する前に片足立ちをして確認していきましょう。本日は足のケアをして足を軽くする方法を紹介していきます。第一中足骨という今触っている部分ですね、のところをケアしていきます。その部分にかかとを乗せていきます。両手をついてお尻を上げて、かかとにしっかりと体重をかけて足の筋肉をほぐしていきます。お尻をしっかり上げる、体重をしっかりかける、痛い部分を探す、呼吸を止めないというところがポイントです。慣れてきたら下にある指を握ったり開いたりしてみてください。そうすることによってさらに深い組織に入っていけると思いますので、やってみてください。結構痛い部分があると思います。そういう部分は重点的にケアしてあげてください。本当に何も感じれない部分もあると思いますけれども、まずは痛い部分をケアしてあげましょう。結構痛いですね。しっかりと体重をかけるということがポイントになります。前回指で同じ部分をケアする方法を紹介したんですけれども、指でやると指が痛くなってしまうっていう方も多いと思いますので、そういうふうに感じた方はこちらの運動の方がおすすめです。指をかなり酷使してしまいますと逆に肩が凝ったりとかすることもあると思いますので、足でケアするっていうのも一つ知っておくといいかなと思います。しっかりと体重をかける。足の親指がしっかり機能しないと股関節を後ろに出す筋肉がしっかり働きませんので、足の指をしっかりとケアしてあげましょう。ねじれのポイントになる部分でもありますので、しっかりとケアすることをおすすめします。結構痛いですけれども、まあ続けてれば痛みはどんどん取れてくると思いますので、毎日時間があれば足の裏のケアをしてみてください。ケアが終わったらまた片足立ちをしてみます。先ほどと比べてどのような感じがするのか、安定感は増したのか、体がフラフラする感じは減ったのかを確認していきましょう。本日の運動は以上になります。お疲れ様でした。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。足の親指が股関節と関わってるなんて考えたこともないですよね。痛ければいいわけではないので、痛気持ちいいくらいの強さで運動は実施してみてください。簡単にできる運動ですので、ケアする前とケアした後をしっかりと比較してみてください。ケアする前よりも動きやすくなっていれば、この運動の効果はあります。普段あまり足をケアしていない人は足が痛いと感じたのではないでしょうか。いろいろな足のケアの動画と合わせながら足をケアしていってください。やっていると痛みもどんどんなくなってきますので、毎日継続して3週間はやってみてください。皆さんの足のケアに少しでもお役立ていただければと思います。今回お送りした足の裏の筋肉をケアして足を軽くする方法はいかがだったでしょうか。
この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。